ミグマイナス5、マイナス 5AM マイナス37を搭載するミグマイナス51号機 T ミグマイナス5、または DIS-200 はソ連のミコヤングレビッチ設計局が試作したレシプロ創発護衛戦闘機である。1940年8月、ソ連空軍はミコヤングレビッチ設計局にポリエチレンマイナス8長、距離爆撃機を護衛する長距離護衛戦闘機の 開発を求めた。これに応じた、設計局は DIS-200 設計案を提出、空軍はさらに DIS-200 を多用途に、活用しようと護衛戦闘機型の他に爆撃、雷撃、偵察を行う、軽爆撃機型の開発も要求し、翌1941年1月には、ミグ -5 の名称を与え、試作1号機 T は、 同年5月15日に初飛行した。しかし、テストの結果速度性能が大幅に計画値を下回り、さらに6月のドイツ進行によって生産機種を絞ることになり、当機も整理の対象となって不採用となった。混乱の中、設計局は機種改正に不調続きの AM-37 エンジンから M-82 エンジンに換装した施策に号機 IT を開発するも、工場疎開などで製作は遅れに遅れ、完成したのは1942年だった。しかし、この頃のソ連軍は、前線支援で、手一杯でとてもポリエチレンマイナス8による戦略爆撃などを完光できず、長距離護衛戦闘機自体の必要性が薄れ、一方軽爆撃機型についてもポリエチレンマイナス2の量産体制が整っており、 たとえミグマイナス5の性能が上回っていても、今更生産機種を切り替えるのは、特策ではないとして採用されず、ミグマイナス5は、存在意義を失い2号機 IT は、初飛行したものの開発中止となった。ありがとうございます。